水面には一般戦第8レーースを戦うメンバーがピットトアウトとなりました。1号艇は大山千尋2号艇加藤翔馬3号艇中村勇が、4号艇井本雅也5号艇竹下大樹6号艇前田敦也ですホーム追い風が強く1レースから今日は安定版をつけてレースが進んでいます今もしっかり旗はたなびいていまして そんな中コース取りは枠なりで進んでいます白い上部服は大山千尋予選道中大整備もありました大山純雄へは惜しくもあと一歩でしたさあここはシリーズ8折を目指しての因線となります2コースが2号艇の加藤翔馬3コース3号艇の中村ひゅうがも今節はモーター立て直しに非常に苦心しています 4コース、4号艇の井本雅也、地元で古軍奮闘となっています、井本が角、5号艇で登場は竹下大樹、F2 での戦いですが、今日前走、2勝目をゲット、大外6号艇の前田敦也で枠成りインから1番、2番、3番、4番、5番、6番。 スタートしましたインから1号艇の大山そして4号艇の妹がスタートを決めていますさあ1周の1マーク4号艇の妹がまくるインから1号艇の大山は抵抗できない切り込んでいったのが5号艇の竹下大樹に続いては6号艇の前田敦也攻めました4号艇の妹正也一定進後ろに5号艇の竹下されには6号艇の前田スタートは前提正常でした1周の2マークトップで回ります4号艇の妹本6号艇の前田を回してから刺します5号艇 の竹下先頭リードは4号艇の井本雅也です離れました2番手5号艇の竹下大樹アウト一定審査6号艇の前田敦也2周目1マークトップで回るのは4号艇の井本ですやってくる6号艇の前田敦也を指します5号艇の竹下大樹 5番と6番、さあここは2番手接戦です、5号艇の竹下を追い上げています、6号艇の前田がピタリと並んで2周2マークです、先頭はぐんぐんリードを取る、地元4号艇の井本雅也が2周の2マーク、さあ2番手、まずは5号艇の竹下大樹、差し込んできます、6号艇の前田敦也の差しも入ってくるか、2番手は6番と5番、さあどちらに軍配となるか。 しのげるか5号艇の竹下、一定審査6号艇の前田で最終周回です。先頭4号艇の井本が1マークを待った後先取りは6号艇の前田敦也、サーシハンドルで5号艇の竹下大輝ですが、ここは6号艇の前田が前出た、一気にここは2番手6号艇の前田敦也となりました、5号艇の竹下大輝、3番手、その後ろは3号艇中村秀雄が、1号艇大山千尋2号艇の加藤翔馬です。前半の 挽回とばかりにここは地元の妹正弥が攻めましたそして2番手6号艇の前田敦衣が取り切って3番手に5号艇の竹下大樹、4番が五輪6番五輪5番3番五輪1番五輪2番五輪です